今日の近藤健介さん。ヒロシが頑張って考えた本日の打順。井上をスタメンから外す理由あれ。かわせ2番ヒゲ采配炸裂や。負けろヒゲやめろよ。周東が出たらどうせかわせのところでバントやろう。それがやりたくないから三森8番なんかと。周東出たら盗塁してかわせがバントで三塁に送るが最近の定石やんけ。今日は全国のソフトバンクアンチが負けを全力で願う日だな。アンチオッズ、三森にどんだけ言ってもヒゲの愛人枠で絶対に外れることないから。相変わらず左右しか考えてない頭の悪い基礎打順。1回の表、初回2アウトから絶対失点するマンの有原さん、無失点チャレンジ開催。バッターは佐藤さん。有原頑張れ。一人でもいいから二桁勝利投手を作ってくれ有原。ざわざわ。有原の課題は初回の2アウトから。有原さんチャレンジ成功、三者凡退に抑える。しゃあ、これで8回1失点の宝石モード突入や。勝ちやろう。勝ち。1回の裏の攻撃、先頭は周東さん。周東爆発しろ。実は平木より苦手にしてる今井。周東頼むで。ピッチャーゴロでワンアウト。逆転勝ちが見たいけど有原高騰でも我慢するわ。今井もいいな。続いて川瀬さん。川瀬行け。デッドボールで出塁。これは痛い。川瀬得意なやつ来た。ひでえな。調子いい選手にぶつけていくスタイル。続いてもう打っていくしかない柳田おじさん。ギータそろそろホームラン頼む。2割おじさんたまには打てよ。ひとまず2ゴロは許されない局面。ロンゲ対ロンゲ。もう死球でいいぞ。フォアボールで2塁1塁のチャンスが訪れる。最高の仕事。2ゴロおじさんにとっては最高の仕事。近藤健介さんの第一打席。イケメン待機。立ち上がりで崩してまえ。イケメンの時間だ。今井は見てきゃいいんだよ。前回ベルーナは早打ちする間抜けだらけで負けた。近藤いけ。今井よくないぞ。グダグダに付き合わされるなよ。もう振るな。三者連続四死球でワンアウト満塁の絶好のチャンスが訪れる。長谷川吉本早打ちな。満塁の大ピンチ。700円くらいあげとくわ。南の福山雅治。ここで中村明さん。さてここで復帰後微妙な明。うつむき犠牲フライ来い。明そろそろ頼むぞ。明なら中出しいける。1点でええぞ。ショートライナーで2アウト。しょぼい。はい、無得点。明全然打たへんやん。始まったな残塁ホークスの本気が。病み上がりの明を5番に置くな。はい先般藤本。いつものヒゲ5番。続いて誰かの立つる。誰かの立つる決めろ。満塁になっても長打を期待できるバッターがいないわ。前世紀のアキラならあれが左中間ツーベースだったんだよな。タトル頼むぞタトル。いやもう 100% 無得点。空振り三振で3アウト。絶好のチャンス生かせず終了。マジかよ。知ってた。なんだこいつら、大サービスしてもらってるのに。ひでえ。山川獲得しろよ。出塁小敷の柳町にはこれが限界よ。わあ。みんなが見慣れた光景。柳町これでスタメンもらえると思うなよ。ベンチがアホで野球ができねえ。バカすぎるだろこいつら。クソみたいな攻撃。柳町タクル。三振競争してんのけ。柳町さん、お前みたいなタイムで近藤とは違ってホームランもないくせに三振ばっかりすんなよ。2回の表、有原さんランナー出すも抑える。川瀬仕事してるな。リチャードなら余裕で抜けてた。有原にしては球数多いな。2回の裏の攻撃、先頭は今宮さん。ガンケル周平に被弾してるやん。センターフライでワンアウト。今宮が5番なら犠牲フライだったのに。犠牲フライやんけ。藤本さん、周平に打たれんなよガンケル先生。続いて三森さん。右投手なんだから三森打てよ。四球でこの回もチャンスをいただく。三森が四球だと荒れてんな今井。ヒゲ、今宮はバントがうまいので5番ではない。続いて甲斐さん。甲斐はバントでええわ。併殺打の予感。周東期待でバントしろよ。カカカカイ。ガンケルはなぜシルエットだったのか疑問。甲斐こそバントだろ。万年バントでいいわ。甲斐はハンデで金属バットでいいやろ。甲斐が粘っとる。マサキを我慢して我慢して使ったけど結果が出なさすぎて辛抱して選手を使えなくなったヒゲ。ここもフォアボール。この回も二塁一塁でチャンスをいただく形になりました。甲斐好調。ええぞ、良い粘りだった。甲斐さんが仕事したぞ。甲斐いい粘りの死球だけど一個前の球は手が出なかっただけだろ。甲斐に死球を出しちゃう今井。続いて周東さん。得点の予感が全くしないな。ハッセのアドバイス、
打てなさそう。ファーストゴロでセカンドで一つアウトで三塁一塁。最低の最低限、シュートを走れ。盗塁チャンス。かよっそ。ここでお前ら自慢の川瀬さん。川瀬ここやぞ。ヒゲ森吉本の無能図が並ぶ絵がムカつく。調子のいい川瀬くんの番だぞ。自慢の俊足でスタンドに叩き込め。ここで走って三塁も重投で先制に成功も、西武松井監督さんリクエストを要求。騙されるとかホークスかよ。きたー。セーブ。ヒゲドヤ。ヒゲの采配。なんで投げたの。もしかしてアウトだったと思ったらシュートアウトで無得点か。アウトっぽいな。アウトやん。アウトだ。余裕でアウトじゃねえか。判定が覆りアウトでスリーアウト。この回もチャンス生かせず終了。ヒロシ名采配ならず。アウトでした。またベンチが策に溺れたんですか。タイムリー打てないチームは魅力ないよ。セーフ要素どこでよ。藤本采配がうまくいくわけないよ。イラ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 。残念でした。オナニー盗塁で無得点で。3回の表、有原さん完璧に抑える。勝負は次の攻撃やな。有原いいのに打線がゴミすぎる。3回の裏の攻撃、先頭は川瀬さん。しかしつまらん試合だな。センターフライでワンアウト。おい川瀬。あーん。続いて柳田おじさん。ランナーいない柳田おじさん、ホームラン打て。久しぶりに柳田のホームラン見たいぞ。得点圏じゃないぞギータ、打つよな。10勝カルテットがいて B クラスなんて前例あるんか。センターフライでツーアウト。しょぼ。うつむき。もうツーアウトかよ。セカンドゴロおじさん。近藤健介さんの第2打席。イケメン待機。7億の一発頼むで。初球を打って3者連続センターフライであっさりと終了。なんやそれ。はあ、ホークスお得意の早打ち作戦だ。近藤もすっかり冷えたな。ぶっさ。はいはい、7円。こんなんじゃ2人とも首位打者無理だな。頓宮の勝ち逃げ成功かよ。クソだ。近藤見極めろよ、今い濃昏なんだから。2軍でガンケルなんとか耐えた。ガンケル奇跡。4回の表、有原さん、この回も完璧に抑えてノーヒットピッチング継続。早く点取ってやれよ打線。まるで中日の柳のようだ。4回の裏の攻撃、先頭は中村明さん。有原がいいピッチングしてるから早めに得点してやれよ。こんな打たない試合してたら客離れるわ。出たらタツルバントや。セカンドゴロでワンアウト。明も厳しくなってきた。出ろや。至急チャンスを打っていくアホども。うつむき芸人ひでえな。復帰後全然打たにゃん明。続いて誰かのタツル。さあ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 、ワイのワイのタツルのワイとワイのタツルの時間だ。誰かのタコスくん参上。頑張れワイのタツル。2打席連続三振はあかんぞ。また空振り三振でツーアウト。これは柳町タコル。三振定期。タコル全然やん。誰かのタコル。ヒット。しょぼからん。続いて今宮さん。タコス野郎は調子が悪いじゃないか。申し訳ございません、ワイのタツルガガガ。保護者さ。サードゴロでスリーアウト。こっちもノーノーされている模様。ノーノー合戦。何やこいつら。5回の表、有原さん、先頭に長打打たれてノーアウト二塁のピンチになる。終了のお知らせ。クソ打線のせい。続いてはバント失敗からの見逃し三振でワンアウト。下手くそすぎんだろバント。ええぞ。続いて岸さん。筑後軍さすがに今日で優勝できそうやな。ショートゴロでツーアウト。中村明さん、ファインプレー。しやー。明うまい。明やっぱうめえな。続いて古賀さん。解散の回リードに応えれる奇跡の投手。空振り三振でスリーアウト。このピンチをなんとか耐えた。相手もゴミやった。うんこ打線点取れ。有原さすがや。エンジンを組んで5回の裏の攻撃、先頭は三森さん。エンジン効果頼むよ。サードフライでワンアウト。三森ってあんだけ状態上下させながら打ちに行ってよく当たるな。ひでえ三森。続いて解散。解には期待しない。出たらラッキーぐらい。空振り三振でツーアウト。知ってた定期。振りだけはホームランバッター。続いて周東さんに代わって上林さん、ログイン。やはり足を痛めた模様。やっぱ周東怪我してたんか。もう終わりやな。上林たまには打ってくれ。チーム初ヒットで上林さん躍動する。ツーアウト二塁のチャンスが訪れる。ノーノー回避。ただし得点はない模様。
上林 Y の行きつけのバーによく来るんやな。もう会えなくなるな。ゲンドラでどこ行くかね。ここで川瀬さん。川瀬の顔ってなんか見てて落ち着くよな。大関の顔は？セカンドゴロでスリーアウト。この回もチャンス生かせず終了。二軍追いつかれてるやん。ガンケル草。二軍の打線は初回以降さっぱりやな。6回の表、有原さん、この回も完璧に抑える。ほんま有原さん頑張ってるからさ、打線頑張ってくれよ。打線頑張れや。6回の裏の攻撃、先頭は絶対打つ柳田おじさん。ギータそろそろだぞ。このエースを見殺しにするんか。ロンゲ VS ロンゲ。空振り三振でワンアウト。あかんわギータ。くそ。近藤健介さんの第3打席。イケメン待機。近藤弾でイケメン頼む。ほら7億打てや。なんとここでホームランキングに並ぶ第25号ホームランで先制する。コメント、打ったのはカットボールです。とにかく自分のバッティングをしようと集中しました。大事な先制点を取る一本となってよかったです。負けられない試合が続きますが、まず今日の試合を勝てるように頑張ります。さすが7億円きたイケメンの勝ち。ホームランをきた近藤二冠王や。打率上げろ。有原が抑え近藤が打つ。日ハム最高や。有原が投げて近藤が抑える。いつも日ハムしか働かんこのチーム。これはイケメン。これは南の福山雅治。イケメン。北海道福岡日本ハムソフトバンクファイターズホークステーキ。これは7億のイケメン。これは九州の福山雅治。続いて中村明さん。明も打っとけ。日本ハムファイターズ福岡支社。明続けや。レフトフライで2アウト。福山雅治頼りのチーム。ちょっと飛びすぎた。こいつボール振るなよ。続いてタコル。さあ淡いの達郎の猛省の時間だ。近藤健介ちゃんと有原おじさんしか稼働していないぞ。保護者出てこよら。3三振はあかんぞ。3打席連続三振で3アウト。またかよタコル。おなじみ柳町の見逃し三振。お前たちのタコル。達郎あかんやんか。誰かの達郎さん三振はクソ。お前明日ベンチだぞ。近藤しか打たん。援護点をもらった7回の表、有原さん、完璧に抑える。福岡ソフトバンクファイターズ。いいぞ有原。ラッキーセブンの攻撃、先頭は今宮さん。有原が抑えて近藤が打つ。確かにハムと言われても反論できん。いざ行け若鷹軍団。おっさんばっかりや。セカンドフライでワンアウト。夏が終わった。二軍連続三振ヘルナンデスやるやんけ。続いて三森さん。三森細すぎてよ。オフは20キログラム筋肉つけるや。下位打線ゴミ。セカンドゴロで2アウト。ホークス打線は2次イニングで1点だけか。冷えてるな。1点は怖い。続いて解散。復帰後ゴミ打率の三森を使うダボ藤本。かかかかい。下位打線。下位せめてネバネバしてくれ。サードゴロで3アウト。足よっそ。1点守るか。はい、やっぱり甲斐は甲斐だった。地上林だからこの回までやね。有原が8回投げて9回薄なで締める。両軍で3アンダー。ほんまに低レベルの試合やの。藤本はただ見てるだけ。周到無事かな。有原さん、8回も順調に抑えて、この回もあと2人。エース有原最高だ。さす有原や。むしろ薄なより有原の方が安定してるまでありそう。交流戦まで2軍に干してた無能首脳陣ども。ピッチャーゴロで2アウト。しやー。有原干してた期間が悔やまれる。ヒゲが動かない試合は勝率高い。続いて渡辺さん。西武打線しんどるな。有原ほんまにすごいわ。今日もパティ V で顔色おかしなサムネにされてまうわ。有原様の10勝目まであとわずか。三代目ライオンズのデブ。いつぞやガン飛ばしてきたクソ生意気なデブか。ここで2アウトからヒット打たれる。さすがにしんどそう。これは抑えたい。やばい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 。カットインしろ水あり。カットインきた。バッターはおかわりくんさん。かかかカットインフラグ。3代目デブから初代デブへ。おかわり怖い。カットインとおかわりやばいかも。おかわりくんさんか。好調ならスタメンで出てるはずやし大丈夫と信じよう。ここはファーストフライで3アウト。これはエース、ナイスピッチング。シャー。周到なら落球してたな。結局ソフトバンクファイターズなんよね。ふう。摂津以来のエースやね。なんだこのスーパーエース。ふう、カットインの呪いはなかった模様。
最終回の攻撃、先頭は上林さん。上林、佐藤なら打てるべ。有原いなかったら間違いなく CS 争いすらしてなかったな。ホームラン、ホームラン、上林。一番上林、センターフライでワンアウト。惜しい。いい当たりだったがな。続いて川瀬さん。サキラー川瀬行け。川瀬一本打てや。セーフティバント狙うもサードファールフライでツーアウト。川瀬ないやそれ。ひでえ。はあ、クソだ。続いて柳田おじさん。柳田一発打てや。ギータそろそろだぞ。もう一発構成でいいよ。三者凡退で終わりそう。ショートゴロでスリーアウト。二割おじさん。一点ぽい。二割おじさんだった。9回の表、1点差の面白い場面でオスナさん、ログイン。オスナ決めるや。さてあとはオスナ様にお任せや。やっぱりホームランって正義よな。先頭は殿崎さん。1点差オスナ安心できない。マジで近藤有原オスナだけで勝ちそうやん。生え抜き何しとんねん。11球団ファン有原バカにしてたよな。信じてたのはタカファンだけ。サードファールフライでワンアウト。オスナとジャスティス同じセーブ数なの。草オスナ、万波のホームラン王をアシスト。殿崎の実家のリンゴ園行ってみたいわ。続いて源田さん。源田ゼロ本なんか。2軍見たら高橋周平が2ホーマーしてた。上で打たなきゃ意味ないよ。セカンドゴロでツーアウト。さすオス。あと一つや。続いて佐藤さん。生え抜きともが情けねえ。あと一人やが最近のオスナちょっと危ないからな。近藤ホームラン、有原8回無失点、オスナがセーブ。こんなので勝って嬉しいな。生え抜きどもがな。ハムの人しか仕事してない今日の試合。空振り三振で試合終了。勝ち。しびれる投手戦を制す福岡ソフトバンクファイターズ。イケメン広志またも延命。補強成功。近藤のホームラン、有原8回無失点、オスナ1回無失点セーブ。補強大成功や。補強組様様やで。ソフトバンク2軍優勝しそうだぞ。ヒロイン。サンキュー有原近藤。80億の勝利や。有原近藤オスナ活躍しすぎ。サンキューハムとオスナ勝ったばーい。有原10勝目おめでとう。有原が抑えて近藤が打って勝つ。80億補強で勝った。生え抜きともが情けないわ。勝ったからよし。福岡日本ハムファイターズ強すぎた。有原オスナ近藤のシルエットトリオ最高だな。ほんま不甲斐ないチームやで。福岡ソフトバンクホークス2軍さん優勝してしまう。ホークス2軍優勝おめでとう。国防は有能なんか。3者連続奪三振で2軍優勝です。1軍でできないなら意味ないよ。6月に1軍昇格した有原が10勝目。開幕から1軍で投げていたら15勝は勝てただろうな。有原3ヶ月遅れで2桁は結構すごいな。こいつおらんかったらマジで P 崩壊で再開やったよ。しばらく有原を干していたという現実。2軍優勝おめでとう。いやホークス相手の中日強かったわ。折り相手に3試合で1点しか取れないチームとは思えんかった。有原が抑えて近藤が打ってオスナが締めるのは補強大成功や。これは南の福山雅治。明日は日ハム戦だがホームラン打たれんなよ。これで藤本の首がまた遠のいたな。2位と3年目補正で普通に続投しそう。藤本が動かなかったら勝てるんや。80億補強をバカにしてたアンチオッツ。今日まさに80億の補強で勝ったし、80億補強してなかったら最下位だったから。これは7億。